さ。見かけてますけど。朝の8時からきついな。のりさん、いきなりやけど、今日はどこに走りに行くんですか。バームクーヘン食べに行こう。今日は。バームクーヘン。おすすめの店ありますか。滋賀県。アホなの。滋賀県の。ねえだけ。ねえだけ。名前なんだっけ。ラッコリーナ。なんか多い気がする。ラッコリーナやったっけ。ラッコリーナじゃなかった。ラッコリーナ。滋賀県。ラッコやったらただの動物やけど。お山が見えます。綺麗なお山ですな。富士山みたいな。着替えついたらもう表面から雲がなくなってる。富士山見たことないのに。あるよ私。夢の中で YouTube で見た。YouTube で見た。そんな俺も YouTube で見たし。YouTube で見たし、弟のライブも見たし。テレビで見たし。朝の6時ぐらいなんか送ってきてたし。やめて、気持ち悪いからやめて。これよりマシ。重さそれやめて。私的にはこれやめて。これ見えへんからな俺。うちはさんがやばい。めっちゃ景色綺麗。私雲タンタタンタタタタンタタ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 。もう今回のツーリング俺10本立てでやるから。何それ、ただやか。めんどくさいよ、10本とか。直樹でございます。直樹でございます。いいな、それ。直樹でございます。直樹さん、ヘルメット抜いたらあのサザエさんの頭になる。よう収納されてんな、俺のヘルメットに。今日ちょうどいいですよ、6時見れるから。ほんまや、なんかあれ見るとほんま仕事思い出すよな。わかるわ、みんな言いますよね、あれ。6時で、ちびまる子さん出て、あー、そしてこそ、これ左や。へい。ということで、残り6分です。これ6分、もうすぐや。どうするの、奥さん、バームクーヘン食べれる、はい、バームクーヘン食べたい。せっかく梅田であんだけ走ってんから。いやでも梅田の前に梅田走ってエネルギー使って王将で補充したから。まあ、甘いものは別払いますからね。しかも、ラコリーナのバームクーヘンは焼きたてが食べれるんですよね。おう、あ、この焼きたてをそのまんまいただけるっていうのがなんとも最高。食べれるかな今回は。俺も去年来た時に焼きたてのバームクーヘン食べたんですけど、初めて。ほうほう。もうむちゃくちゃうまかったっすね。焼きたて。もう着きますよ。どこ。まだもうちょっと先ですよ。あ、見えた見えた見えたよ。目だ。うん、見てます。あ、ほんまや。バームクーヘンだ。バームクーヘンだ。着いたでー。ケディ人いるかな、いっぱいおるでしょうね。これバイクはいいんじゃないですか、別に。とりあえずこっから入って、これ確か左じゃ右なんですよ。まよ、ありがとう、おっちゃん。ありがとう。めっちゃ日焼けしてるやん、おっちゃん。ちょっと沖縄行ってきたんじゃん。沖縄な、日焼け限定。この季節はでも。お、バイク多いですね。いっぱいあるやん。止めましょう。いや、アメリカン。よし。せーので降りようか。せーの。焼きたてバームクーヘン手に入れました。イエーイ。
中にお召し上がりくださいというのを食べます。焼きたてのバームクーヘン食べれてよかったですね。よかった、目の前で焼いてんの見れたし、ふわふわでなあ、普通のんと全然ちゃうかったでしょ。外側がもう甘くて甘くて、外はパリパリ、中はしっとり、これはこれはまるで、あ、やばい、それは言わせて、まるでやめたわ、やめたわ、それ言うとあかん、止まっとったらよかった、止められた。でもここ走っとったらあれ思い出すな、兄貴がヘルメットに虫ズボ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 ッついたやつ気持ち悪かったな、あれもう、あれは、え、夏場やったっけ、あれは夏場っすね。あれ、私、プリン開けてたらもう、多分帰ってたわあ、あそこ写真撮ってるで、後ろ右後ろ、うん、右後ろ駐車場なんかな、なんかやってる、ここ右、寒い、キャンプ、キャンプ、デイキャンか、バイクおる、あ、いいやん、車止まってる、何してんやろ、うんこあ、釣りや、釣り、あ、いろいろですな、キャンプする人もいれば釣りする人もいるし、なあ、レンタする人もいるし、はい、温泉の看板もあったから多分こうやって遊んで温泉入って帰るんか、来週写真撮りに行こうかな、ここまで、あー、いいかもね、なあ、アリよりのアリですね、もうピョンと来てシュンシュンってここまで来て、